西村さん、日曜日はずっと僕とお出かけしてたもんね。デートじゃん、デートじゃん。え、違う違う、僕たちまだ子供だもん。ただ駅で待ち合わせして。デートじゃん、一緒に動物園行っただけ。デートだろ。西村さんもおしゃれして可愛かったよ。デートじゃねえか。そんなんじゃ。いや、デートじゃん、デートの顔じゃん。でも日野くんも一緒にいたよ。あ、デートじゃないじゃん。セーフ。